温水ですので年中いつでもご利用できます。すごい。なあルエ、ここって普通に泊まったらめちゃくちゃ高そうだね。そうか？内装なんてやたら豪華だし、プールまであるなんて。ホテルなんてこんなもんだぞ。しまった、ルエはお嬢様だった。こちらは屋外の教会となっております。あ、祭壇がある。はい、ここでは以前結婚式が執り行われていました。へえ、素敵だな。結婚を夢見たりすることはある？え？なんでもない。こちらは寝室です。広い。ルエ、一緒に寝られるな。
バーカ、何を言ってるんだ。宿舎では毎日一緒だったじゃん。それは学生時代の話だろうが。でも、まあ、アルがそう言うなら。あ、でも部屋はたくさんあるんだっけ。せっかくだし一人一部屋、贅沢に使うか。え、どうしたんだよ。それじゃ寝ますか。ああ、早く寝て明日に備えよう。街の中、あれ、なんでこんなところに。なんだあれは。青い月。なんだ、何も見えない。ひどい夢だった。なあ、もう朝のはずだろ。まだ外が暗いままだ。
まだ知らないのか。昨日目覚めたばかりだ。知らないのも無理はない。お前が月の女王に敗れてからまだ一度も日が昇っていないんだ。え？それはすでに世界が永遠の夜に包まれてしまったということですか？いや、もしそうならば我々は目覚めることのない眠りについているはず。しかも夜が明けないのはこのユーラルム周辺だけのようだ。まさか夢で見たやつと同じじゃないよな。みんなに伝えなきゃ。青い月か。あいにくだが私には見えないな。私もです。じゃあ見えているのは私だけ。そういえばロエル・ジリス様が言っていた、青い血を持つ者だけが見える、夜の闇を照らす青い月がある。その輝きが失われ新月となった時、世界は闇に包まれ永遠の夜が訪れるだろうと。私が見た夢と同じだ。夢の中で青い月が浮かんでるんだ。それが薄くなって新月になって、そしたら世界が暗闇に包まれて見えなくなって。無視するのは危険そうだな。月の様子には注意を払った方が良さそうだ。わかりました。不可思議な現象だが、いずれにせよ滅びの時は近づいているというのが教皇庁の見解だ。だから早急に時の花嫁を月の女王に捧げ封印を施せと言ってきている。そんなことはさせない。私はリリアーナを守る約束をしたんだ。他にも世界を救う手はあるはずだ。他の手か。まあ私は世界が救われればどのような手段でも構わんさ。とにかくリリアーナを見つけよう。他の手とやらは後で考えればいい。そうですね。早速探しに行きましょう。どんな些細な痕跡でもいい。見つけたら一度戻って話し合おう。
さあ、リリアーナを探しに行こう。あ、そうだ。アルシェ、一つ言い忘れていたことがある。お前のその体は長時間の活動に耐えられない。無理は禁物。限界を超える前にホテルに戻る必要あり、だ。体で大丈夫なんですか？限界を超えさえしなければ何の問題もない。今のところはな。平気だって。はい、出発。ルーシェのこと頼みます。アルーシェの体のことは私が一番よく知っている。任せておけ。汎用、限界、長時間は体が耐えられない。さあ、本格的に捜索開始だ。リリアが目撃されたのはあっちの方だったな。見えた。混ざり物のお嬢さん、珍しい混ざり方をしてるのね。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。お互い探し物をしているようだな。クリストフォロス、妖魔か。怖がらないで、混ざり物のお嬢さん。私もお前たちと同じ探し物をしているだけだ。敵対する意思はない。そう。
お前、名は何という？アルーシェ。アルーシェ、いい名前ね。人を探してるんだ。この辺で白い服の巫女を見なかった？巫女ね。見たような。本当？いや、見なかったような。どっちなのさ。ごめんなさい、からかいがいがありそうだったからつい。東の方へかけていく巫女を見たわ。あなたの探し人かどうかはわからないけど。あ、ありがとう。お詫びに一つ面白いことを教えてやろう。この地は悲しみにあふれている。人間にとっても妖魔にとってもな。妖魔にとっても。あなたの進む道で必要なことならば、おのずと知ることでしょう。さあ、走るがいい。この明けない夜の中で。あなたはこの世界でどんな音を奏でるのかしら。あ、うん。それじゃあ。なんだか不思議なやつだったな。やるじゃないか。
うじゃうじゃといるな。ご主人、ご主人。あ、なんだ。あれを使えばいいんじゃねえか。ただの樽じゃねえよ。油の匂いがプンプンしてやがるぜ。油か。あれをぶちまけて俺が火をつけると敵を一網打尽にできるかもってことか。いいじゃん、試してみよう。アルシェ、見えた。これだけ撃てば
ルシュ、ふっ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 、遅い、ふっ、ふっ、アルシュ、この弾からは逃げられない、こいつでとどめだ、ふっ、これが効果だ、せや、遅い、遅い、博士、ふっ、やあ、アルシュ、せや、博士、そうせかすな、それいいぞ、ふっ、さあ、やあ、せや、はっ、せや、上がらん、やっと離れろ、さあ、やあ、せや、遅い、はっ、ふっ、さあ、やあ、やっと、ふっ、せや、やった、結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからな。だいぶ薄くなってきてる。急がないと。